안녕하세요. 오늘의 슬램덩크 구애니와 신극장판 성우 비교를 해보겠습니다. 그럼 시작합니다. 올 12월에 개봉하는 슬램덩크 신극장판이 성우 전원교체가 되어 일본에서 화제인데요. 오늘은 옛날 성우진과 바뀐 성우들의 목소리를 비교해보겠습니다. やはり俺は天才。伸びた。そんなに急いでどこに行くんだ。こんな時にばったり会うとは、やっぱり伸びたは友達だな。配達はお前に任せよう。じゃあなんでアイドルってわかんだよ。知ってんじゃねえか。どんな女がタイプだ。それは虎杖次第だ。なんせ俺は親友に手加減するような野暮な男じゃないからな。てめえじゃねえんだ。 マグレがあるか。ドアホア。近いから許さ。目覚めたか。今保健室に運んでよっから廊下にぶっ倒れてたんだよ。まあな。それでも俺よりはチビだけど。全然ファールじゃねえか。この反則野郎。触れるものなら取ってみろ。練習中なんだ。他の部員もいるし、やめてくれ。ミッチーさん頼む。また入院するわけにはいかない。 俺たちならできる。プロデューサー、これバレンタインデーのチョコレートだよな。すっげえ嬉しいぜ。ありがとな。 MVP を取った時もそうだったはずだ。こういう展開でこそ俺は燃えるやつだったはずだ。どうした、5点以内に抑えるんじゃなかったのか。今ので20点だ。まだまだ行くぞ。バスケしたいです。モノは言いようだな、カルナ。いや、地の利は向こうにある。 下手に時間を稼がれて、攻撃される形になるのは避けたい。ここは二手に分かれよう。いや、それには及ばん。これは極秘任務なんだ。悪いな、今日のところは見逃してくれんか。どうした赤い髪。この俺を抜けるもんなら抜いてみろ。あのバカ、またやった。これで終わりじゃねえ。決勝リーグはまだ始まったばかりだ。泣くな。リバウンドを制する者は、ゲームを制す。平和の象徴なのだから。 言葉を知ってるか。うるせえ。デジタルワールドでクレニアム門が交戦中だそうだ。あの時の人間と社員グレイモンだ。どうする。バラガン陛下の第一のフラッシュクールホーンちゃんが来ましたよ。あらら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 。俺は兄を憎んだ。 이슈바라노오시에니소무키錬金術を学び俺を生かすために。 옛날이 더 익숙한 건 어쩔 수 없네요. 오늘은 슬램덩크 구애니와 신극장판 성우 비교를 해보았고, 시청해주셔서 감사하고 좋아요와 구독 부탁드려요.